はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ、気温20度、水温22度。いよいよ新シーズンが開幕いたしました。そんな新シーズン一発目の海、黒島エリアでスリーダイブ楽しんできました。まずは黒島の地形ポイント、トンネルやリーフの割れ目などを通ってダイビングをしていきます。壁際には親ビッチャがたくさんの卵を産みつけていました。紫色に見えるのが卵です。水底に目をやると眠り深が休憩中でした。綺麗な体ですね。そして黒島といえば青ウミガメ、今日もたくさんの青ウミガメに出会うことができました。見てください、この画角の中に何匹のウミガメがいるでしょうか。さらにさらに、この時期の黒島といえば水面でプランクトンを捕食するマンタです。大きな口を開けて捕食する姿は迫力満点ですね。今日はマンタもたくさん見れて、スリーダイブともマンタを見ることができました。新シーズンの一発目から超盛りだくさんのダイビングになりました。まあ、初日からこれですからね、今シーズンはとんでもないシーズンになるような予感がします。ちなみに今マンタの奥に映っていたシュノーケルをしていたゲスト様は、今日が初ダイビングのゲスト様。初めてのダイビングでいきなりマンタバンバン出てきちゃいましたからね。めちゃくちゃ持ってますね。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。今シーズンもよろしくお願いします。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。